事にお話を伺いたいと思います。まずは大分トリニータに移籍して初ゴールおめでとうございます。トリニータ성적들이항상많은응원해주시고그리고좋은코칭스태프와최고의선수들이함께해가지고골을늦게넣어서정말미안한마음입니다大分の素晴らしいサポーターの皆さんと素晴らしいコーチスタッフの皆さんとそして素晴らしい、選手たちの中で生まれたゴール本当にありがとうございます。ゴールが決まった瞬間というのはどんなお気持ちでしたか？일단한국에있는가족들이정말좋아했을거라고생각했어요가족들이혼자일본에와있으니까걱정을굉장히많이하고있었고뭐그이후는우리팀이항상무조건이겨야겠다고더골을넣었어야된다고생각을했는데뭐두번째찬스를못넣어가지고정말아쉬웠어요まずは家族に本当感謝したいと思っております。韓国の地から日本に一人で来て本当に心配をかけた中で、そして、チームが絶対昇格しなくちゃいけない中自分がゴールを入れないといけない中で、やっとここでゴールができたことに本当に感謝しています。交代をしてすぐのゴールとなりました。片野坂監督からの指示というのはあったんでしょうか？골문을향해서슈팅을많이하라고코지상이많이주문을항상경기교체팀때마다주문을했었고또카타상은공수전환을빨리하고또공격의활력을불어넣을수있는그런플레이를했으면좋겠다고いつも交代で出るたびに코지상ヘッドコーチの코지상がゴールに狙えという指示をもらっていましたし監督からはチームのコンセプトであるアグレッシブにサッカー、まあ、前線から行って常に前線で活性化させるように指示をもらっていました。本当に今日もキム・ドンウク選手のアグレッシブなプレーというのがすごく印象的だったんですがご自身としてはどういったところがアピールポイントどういったところが見てほしいポイントでしょうか？출전시간이많이부족해가지고더출전시간이더많아진다면더공격적인모습을많이보여줄수있을거라고생각합니다자신있는공격적인모습을또이마수요기회가아마리나인데스けれども뭐또수요기회가増えたら攻撃的な選手になるそれがポイントだと思います。それではおしまいに今日最後まで応援してくださったサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いできますか？앞으로더많은경기가남았는데힘든일정이될것같다고날씨도덥고그렇지만멀리서포터해주러오시는서포터들에게항상감사하고앞으로더많은응원으로서선수들이경기장에서힘이들때더힘이날수있도록これから後期とあと1試合余っている中でこれから暑くもなり大変遠くも移動される中で本当にこの中で応援してくれるファンがもう力に変われるようにこれからも応援よろしくお願いします。マンオブザマッチはキム・ドンウク選手でした。今一度大きな拍手を送りください。ありがとうございます。